今月16日までの1週間で、県内44の医療機関から報告された感染者数は、前の週より199人増え604人です。一医療機関あたりの感染者数は13.73人で、前の週のおよそ1.5倍となっています。保健所別では、中央西が31人、須崎木が17.5人、高知市が15.36人などとなっていて、 全ての地域で増えていますまた高齢者施設で2件医療機関で1件の集団発生が報告されています医療機関には前の週より10人多い56人が入院しています